こんにちは、アロマ&ハーブスタックの加藤ひろみです。では1時になりましたのでインスタライブ始めます。よろしくお願いします。今日もちょっとノインのまさこさんをお呼びするので少しお待ちください。これかな。こんにちは、みおさん。こんにちは、まさこさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、では今日は、国産よもぎ精油を使ってみようということで、はい、15分ほどお付き合いいただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。ではですね、どっから行こうかな。数ヶ月前にこちらのインスタライブで、ネパール産のよもぎ精油をご紹介したんですね。でその時に、まあ、精油のご紹介とクラフト作りやったんですけれども、まあ、その後に国産よもぎ精油あるよっていうお知らせを、まあ、とあるメーカーさんからいただいて、で今回それを使ってみようっていうことで、インスタライブで取り上げることにしました。はい、で早速なんですが、まさこさん、手元によもぎ精油両方ありますか？あります。どっちもあります。はい、ちょっと香りの確認からいきましょうか。はい、ムットとか、なんか今回ちょっと材料をお送りした方何人かいるんですけれども、お手元にある方はぜひ香りの確認もしてみてください。ですね、今回今香りの確認しようとしているのがよもぎ精油2つで、1つが、国産よもぎですね。で、もう1つがネパール産のよもぎになります。で前回ネパール産のよもぎ精油取り上げた時に、政治の香りに似てるとか、結構すっきりシャープな香りですねみたいな話で確か皆さん意見まとまった気がするんですが、今回どうですか？国産のよもぎ精油と比較してみての感想とか、まさこさんあります？いや、全然違いますね。同じよもぎという、今国産のよもぎの方を香ってるんですけれども、なんか、どっちがいい悪いではなく、この今国産の香ってるこの香りながら喋るなって感じです。すいません。香りがすごくなんかこう、もっと香りたい、もっと香りたいっていう香りやなっていうのをすごい思います。うん、みおさんも全然違う香りですって言ってる ね。そうです。それぞれね、成分分析っていうか成分の構成、簡単にどちらもちょっと見させてもらってて、まあ、片方はホームページで掲載されてるので、そのまま私見ただけなんですけど、成分がかなり違うんですよね。で、まあ、その予想通りな感じ。ネパール産の方は結構シャープな感じで、政治の香りにすごい似てて、うん、そう、ミオさん、そうだね。で、国産の方は、なんていうのかな、なんか草餅の香りというか、シャープさとかよりは、こう、ちょっと草の香り、ちょっとほっと落ち着く香りみたいな印象を私も持ったんですね。で、男性です。ね。そうそう。で、前回、アーカイブ残ってるので、もし、ネパール産のよもぎの精油の話とか、まあ、それを使ったクラフト作り、もし見たいとかいうのあれば、アーカイブの方をご覧になっていただいて、今日は、せっかく取り上げる、そう、草の優しい香りね、国産よもぎの方でクラフト作りをしてみようと思います。まあ、イメージだけ皆さん持ってください。はい、草の香り、優しい香り、みたいな。よもぎの香りとか、草餅の香りって、嗅いだことある方きっと多いんじゃないかなと思うんですよね。日本の方だったら、多分。そう、結構それに近いイメージでいいんじゃないかなと思います。はい。まさこさんからクラフトを紹介していただこうと思ってるんですが、まさこさん準備しててね。あ、もう準備完了？準備完了です。あ、本当？じゃあ先どうぞ。今日私が作ってみて、もうすでに3週間ぐらいずっと使ってるんですけれども、ボディオイルを作成しました。で、そのボディオイルのブレンドとしてよもぎ、もちろん国産のよもぎ、今回ご紹介した国産のよもぎと、ヒメコマツの木。ヒメコマツの部分を蒸留したものと、ゼラニウム。この3つでブレンドしました。で、ブレンドするときに使ったベースとなるキャリアオイルは、
米ぬかです。ライスキャリアオイルを使って、ボディオイルを作りまして、今、念入りに足をトリートメント中です。あ、足に使ってるんだね。そうなんです。あ、でも時々その足をトリートメントして、手についてるものを髪につけてます。そう、こういうとこで言っていいのか分かんないけど、まあ、あるあるですよね。すごいいい香りだな。なんか洗うのもね、もあれだし、浸透ももちろんけど、ちょっとまといたくて、使っております。なんかこの、今回選んだ精油とかオイルって、その、選ぶときに意識したこととかってあるんですか？なんて言うんでしょう。ちょっと、今回使わせていただいたヨモギが、もうヨモギ単体すごいいい香りなので、うん、最初はブレンドしようかを思ったぐらいなんですけれども、うんうんうん、こんだけ素敵な香りなのであれば、体につけたい。体につけたいなら、ちょっと贅沢したい。うん、ということで、ブレンドを考えて、で、姫小松の木が、姫小松なので、松の仲間ではあるんですが、なんかよく知ってる、松のちょっとツンとしたスンとした香りとはまたちょっと違う香りで、うん、それを入れつつ、うん、お花っぽい香り欲しいなと思ってゼラニウムを入れてのブレンドにしました。うん、どっちかというとなんていうのか、女性が好みそう なんていうの、フローラルっていうほどでもないのかな、姫小松ゼラニウム、うん、フローラルっていうかほんのりフルーティー。あー、そうかも。姫小松はね、ピンとこないかもね。うん、はい、姫小松ね、あんまり確かにたくさんある精油ではないかと思いますが、この姫小松もなんて言うんでしょう、そのツンとした感じもなくほわっとした感じで、すごく甘いでも木の香りする、すごく香りやすい精油です。日本の精油ってよくここでいくつか紹介してて、樹木って杉とかヒノキとか黒文字とか匂いこぶしもかなとかよく言ってるんですけど、トドマツとかヒメコマツっていうこのなんかメジャーじゃない、そこまでどこにでもあるわけじゃないけれども、他にも樹木って実はいろいろあって、で結構ヒメコマツってその杉ヒノキとかから想像する感じちょっと違うんだよね。なんか、はい、うまくせ甘いじゃないけど、それこそフルーティーかな、はい、ちょっとね、印象違うので、また機会あればぜひね、どっかで皆さん書いてみてください。姫小松ね、わからない。そうそう。ちょっと見かけないかな。杉ヒノキはやってるところ多いんですよね。精油作ってるところ、はい、業者さんね。そうそうそう。ではちょっと私の方も、ね、はい、紹介します。そうですね。まあ私と雅子さんっていつも打ち合わせしないんですね、事前にほとんど。まあ、テーマはよもぎなみたいなぐらいで直前になってなんかそれぞれブレンドを作ったりする、かぶったりするんですけど、まあ、今回丸かぶりしたんですね。私もトリートメントオイル作りました。で、まあ、この黄色い色何って感じなんですけど、これ米ぬかオイル作ったので、植物油の部分がもう雅子さんと丸かぶりです。で、私はこのよもぎの香りがすごいやっぱ落ち着く感じ、この草の落ち着く感じ、なんか昔をちょっと思い出すような感じがあって、これを引き立てたかったんだけど、やっぱりブレンドもしたいなってことで、国産よもぎの精油2に対してラベンダーアングスティフォリア1の比率だから、よもぎ多めでラベンダーとよもぎのブレンドのオイルにしました。でこれだと結構、まあ、よもぎは別途購入いただかないと多分なかなか持ってる方いないと思うんですけど、ラベンダーは結構持ってる人多いんじゃないかなっていうことで、真似しやすいかなっていう意識もちょっとしつつ、あとはもう香りがやっぱすごく綺麗にまとまったんですよね。ラベンダーとよもぎなんかすごい相性いいなって今回香り確認して思いましたので、もし機会ありましたら使ってみてください。はい、どうしようかな。いいです。今日一回話したいことあって、どれ話すか迷いながら今喋ってるんですが、ちょっと紹介すると、ですね、今回の国産ヨモギは、どうしようか。カズサヨモギになるんですね。で、カズサヨモギって何って言って、日本にヨモギってまあどこにでも大体生えてるらしいんですけど、
特に本州から九州にかけて多く分布しているのが上総ヨモギらしいです。でそれとは別で北海道は北海道、沖縄は沖縄でまた別の種類が比較的よく見かけられるそうなので、本州九州あたりに住んでる方だったらお近くでもしヨモギ見かけたりしたら案外これと同じ上総ヨモギだったりするのかもしれないです。ヨモギも結構種類が多くてもう何十種類も日本だけでも確認されてる、うん、多分もっとあるんだろうね。なので、うんうん、その辺はぜひ確認しながら一応学名言いますね。上総ヨモギアルテミシアインディカマキシモウィクジらしいです。読み方ラテン語になってなんでっていう感じらしいんですね。で、先日ご紹介したネパール産の方はまた全然違う欧州ヨモギっていうものに当たるそうで、学名はアルテミシアブルガリスで、いつも言ってるんですけど、なんで学名言ってんのっていうところで言うと、同じ精油を探したいときに学名が違うと植物が違って香りが当然違ってくるので、まあ、お探しの際の参考になればなと思って一応ご紹介してます。で、ヨモギの精油って、まあ、私まだ数社のしか試したことがないんですけれども、印象としてはどちらかというとお値段ちょっと高めなんですね。で、なんでかっていうと、まあ、多分いろいろあるんでしょうけど、まあ、一番大きいのが採油率がポイントになるのかなと思っていて、分かりやすく言うと 1ml の精油を取るときに、比較的手に入りやすいラベンダーとかが、まあ、数十キロで 1ml 取れるとしたら、例えばですよ、ヨモギだと数百キロとか下手したら1トンとかないといけない、それぐらいないと1ミリ取れないみたいなっていう、その採油率が低いって、同じ量の精油を取るときによりたくさんの植物を使わなきゃいけないっていうのが採油率が低いっていう話で、ヨモギはなのでかなりたくさんの草を使ってやっとちょっとのオイルが取れるっていう採油率が低い方に当たるようなので、ちょっと値段は高めになっちゃうんですね。うん、なので、まあ、気軽に取り寄せはできないかもしれないんですけれども、今回富津屋さんっていうところのヨモギ精油を使わせていただいたんですが、国産の富津屋さんなんかね、これ言っていいか分かんないですけど、ちょっと前にワークショップやってたんですよね、東京都内で。都内で吉祥寺かどっかで。で、私スケジュール合わなくて行けなかったけど、すごく行きたくて。だからその精油をちょっと試したいなっていう時に、いきなり買うのもハードル高い、店行くのも取扱店舗が周りにないっていう場合は、ワークショップを探してみると案外、まね、場所によるんだけどあったりするので、そういうところで香りを試してみたりとかするのもお話聞けたりするかもしれないし、ぜひそういう場も、探してみてください。私はもう都内で国産精油のワークショップとか見つけると結構スケジュール調整して行っちゃう方です。やっぱ体験してないね、香りがたくさんあるし、生産者の方の話が聞けるってね、すごく貴重な場なので、はい、個人的にはそういう場所行くのおすすめです。はい、ではですね、国産のヨモギの今日は精油ちょっと取り上げて、まあ、トリートメントオイルを作ったんですけれども、せっかくなのでヨモギってなんか他にも楽しみ方あるよっていう紹介をちょっとだけしようと思います。まず1個がですね、まあ、ヨモギの精油を使ってなんですけど、数日前に投稿したんですが、クリーム作ったんです。これからの季節に手がカサカサしたりするので、その保湿したくて、蜜蝋クリームで、この中に、この国産ヨモギちょっと入れて、あと、ダイダイとラベンダースーパーかな。うん、入れてみました。ダイダイ？うん、ダイダイ。そうそう、今回そのダイダイを今ここに選んだのも、あとさっき、私とまさこさんが今回ご紹介したトリートメントオイルが米ぬかオイルだったのも、多分同じ理由だと思うんですけれども、なんか同じ土地のものをね、使っていきたいなって、多分そうですよね。まさにです。とせっかく国産のヨモギの精油を使う貴重な機会いただいたので、なら国産のものでないかなって探したら、やっぱライスキャリアオイルとか米ぬかオイルっていうお米から作られるオイルねが、まあ、肌なじみとかもいいかなって思ったのもあるし、まあ、同じ土地のものを使う方が相性がいいんじゃないかなとかね、ぜひ一緒に組み合わせて使いたいなって思いから今回選んだりしたんですけれども、そういう使い方もあったりします。
あとですね、よもぎがもしたくさん近所にあって、もし自分で蒸留できたらなんですが、蒸留して、ハーブウォーターを楽しむ、芳香蒸留水を楽しむのもおすすめです。で、こう市販の手軽なもので、よもぎウォーターってこれ、よもぎの精油を取るときに作られるウォーター、精油の下の層にできる水を集めたものがハーブウォーターなんですけど、これよもぎのウォーターになります。で、こういうの持っといても、まあ、値段の面でちょっと安かったりとか、あとまあ、精油だともっといろんなオイルとか、いろんな機材、蜜ろうとか用意して、何かクラフト作らなきゃいけないけど、ウォーターだったらこれ1本あれば、例えばこれ1本で、化粧水代わりに顔に吹きつけたりとか、髪につけたりとか、私は逆やるんですが、あとお部屋にシュシュッと吹きつけて、ルームスプレー代わりにしたりとか、いろんな楽しみ方もできます。あとは、普段こんな飲み方しないんですが、よもぎのお茶も結構美味しいので、うん、これちゃんとこすんですよ、これ。わかりにくいな、今入れたんです、実は。よもぎのお茶も結構、落ち着く感じ。はい、もうほんと草の香り、草の干した香り、うん、フレッシュじゃなくてドライハーブなので、なんですけど、よもぎのお茶とかも結構探せば、国内で、手軽に買えるところ見つけたので、そういうのを試してみるのもおすすめです。はい。で、もうあっという間の15分でしたが、はい。あさこさん、言い残したことはないでしょうか？言い残したこと、はい、大丈夫です。とにかく、このね、国産のよもぎとってもいい香りなので、機会があったらぜひ皆さんに香っていただきたいです。もう今香られてる方もいらっしゃると思いますから、ぜひ香っていただきたい。うん、なんかそれを使って自分に合う何か、のケアの方法であったりだとかを見つけていただけたらなと思います。はい、そうですね。本当。ちょっと駆け足になっちゃったので、今日話した内容の補足は、また投稿の方でさせていただこうと思いますので、まあ、アーカイブのご視聴とか、投稿内容での文章のご確認とか、ぜひしてみてください。では、長くなりましたが、本日ここで終わりにしようと思います。次回は、11月11日金曜日13時から、始めます。で、次回テーマまだ決まってなくて、私の中でいくつかやりたいものあるので、よかったらまたアンケート取らせていただいて、せっかくなので皆さんが興味があるもの、みんなが知りたいものっていうのを取り上げたらいいかなと思っていますので、はい、ぜひよろしくお願いします。今日も早かったです。だって、ごめんね、なんか駆け足だね。はい。じゃあ、そうですね。まあ、寒くなってきたこの季節、陰陽五行とかでちょっと調べたりすると結構よもぎってこの季節いいんじゃないかなっていう情報があったりしたので、まあ、はい、よもぎに触れる機会ありましたらぜひ楽しんでみてください。なんか今日の説明の中でわからないところとかありましたら質問等いつでも受け付けますので、私かまさこさんの方にご連絡ください。はい、では以上で終わりにします。どうもありがとうございました。ではまた失礼します。